明日から辞めるぞ俺は。で、もうやめる、これでもうすっきりしたわ。もう勝って満足する。で、これでバカなのが明日行くっていうね、限定的なバカ、完全にバカ。これはもう、いかねえ。いや、俺どうでもええよ、もう。ガチで。勝ったし。さすがに明日は行くのやめようかな。ないか。いやでもちょっと待って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 。今所持金が14万か、14万なのね。で、税金が30万、今月末まで売るわ、いや、住み家欲しいけどな、もうきついだろう、お疲れ様です。で、キャス見てくれた人ね、あの経線の授業、わかりやすかったでしょ。
すごい。やべ、良いな。ね、スミエお願いします。イベントアイテムお願いします。あ、もう無理だ、やっぱラーメン食い行きたい。みんなどっか行っちゃった。やめるか。え、仕事で来れないって言って来ちゃったっていう、マジ意味がわからない。はい、どうぞ。はい、お待たせしました。あ、油少なめ、麺固め。油少なめ。あと、ネギチャーシュー丼。はい、ネギチャーシュー丼です。と、あと、ほうれん草大盛り。ほうれん草、鍋の入れて。いや、ほうれん草。あ、はい、あ、まだいいや。ネギチャーシュー丼ね。ほうれん草増し。あとそう、ほうれん草増し。はい。ってことは、480円。はい。
ないだろ。昨日の恥ずかしくなって意地張っちゃってんだよ。意外だね。生きがいはこれしかないんだよ。これ壊しちゃうんじゃない？
お前に命令されるかな。この高津の子まさかよお前。濃いめの濃い方でね。いいよ、濃い方でね。濃いよ。コビ行こう。はい。
アイテムお願いしますって、すごい良すぎじゃないのって。で、そのさっきからイベラスイベラスって言ってるやつが慣れてくるよ。作っちゃってるやつ、気持ち悪い。
はい。はい、じゃあでーす。来年の未来って誰が分かるの？リラネコが分かってる。なんで？預言者？209号もそろそろぶち込んでいい？いや、ぶち込もう。昨日なんて誰もわかんねえよ。もしかしたら俺が100億当てるかもしんない。でもさ、本当にこれマジレスしていい？本当に飽きた、パチンコ。もういいわ。で、これで明日負けると、明日これで負けるとね、全てが終わるんよ。分かる、言ってよ。明日でちょうど1ヶ月ぐらい。いいだろう、そろそろ。マジで、1ヶ月ほぼ同じ台でしょ。てか全部同じ台じゃね。マジで 98% ぐらい。残りの 2% は貞子の子でしょ。でもこれで、まあ、あともう一つ狙いがあったんだよね、俺には。パチンコ配信をやる理由がもう一個。極端に配信がだるかったのを構成させる。まずね、パチンコならずっとつけてられるじゃん。で、その癖をつけるのと、1日つけてることにより見てる視聴者の癖ができる。ずっと
ラジオ感覚では置いとこうみたいな。毎日つけてるね、丸一日、うん、いや、でもエッサは伸びないけど、でも一つ分かったことがある。てかお釣りもらってねえし、あと俺120円、あ違う違う、20円お釣りもらってねえし すごいなあそこ、お釣りもくれないんか。ハロウィン何じゃない30日だったっけ、ハロウィンやるよてか本当にガチ、あ31か、俺今年はエヴァンゲリオンで行くわ。そうじゃねえ、なんでその使徒が出てくんの。なんで渋谷なの。え、もうハロウィンコスプレやってんの渋谷。今日機嫌がいいからな、うん、さあ勝ちました、うん、すごい機嫌がいいぞ、すいません、最終にバトルちょっとしていただきたいですけど、接戦でこっちバトルの、うん、バトルたいね、一回もやったことない、小前くんとはバトル、あ一回もないね、うん、ちょっと強いと思ってるからね、この、小前くんのこと、私すいません、いや強いでこの人本当、すいません最後なんで、最後これちょっとかかってるんで1位もお願いします、お願いします、ありがとう、皆さん向こうもやってる、うん、風船アイテムお願いします、まおちゃんありがとう、いやちょっとマンスリーもねかかってるのお願いします、ほんと、あありがとう、ひろちゃん、おいしょ、はい誰、ごめんねちょっと、あ、ヒロさんありがとう、リーさっきの、さっきパルトやったからな、ちょっときつい、ありがとう、さっきパルトやって、もうちょっと玉切れかもしれない、ありがとう、いや、向こうもたかしてやってるから、ありがとう、負けとか、あ、くーちゃんありがとう、みんなちょっと頼むわ、もう本当にもう本当に 大ピンチ、これ金ピンありがとう、20倍、あ、金メガありがとう、豚ダイスにか、誰や、誰だ、ありがとうございます、ちょ、ほんとお願いします、
ブータダイス。お願いします。ありがとうございます。ちょっとちょっと。いや。ミカありがとう。テピありがとう。ニコブータダイス。ちょっと待って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 。あとさ27分。あと27分。ナミちゃんありがとう。ありがとうブータダイス。ありがとうねあの。ムタロとクミちゃんとイタちゃん、おめでとうございます。やばいボール負けやんこれ。マナがおいしそう。ちょっとボール負けす、ちょ本当にラストやからボールイベント、もうあともう30分切ってねんで。テピおいしそう。ヤクルトありがとう。マイ君とリカしたいな。ありがとうございます。あ、トリカ、トリカありがとう。ちょっと待って。いや向こうすごいわ。ゆうちゃんありがとう。ルーテンアイテムありがとう。いや、ちょっと待って。ちょっと待って。頼む。お願いお願い。一生のお願い。ひよみちゃんありがとう、ファイト。ちょ、ほんと一生のお願い。小林くんに渡して。いや、パルにも負けてね。皆さん。ありがとうございます。まだ間に合うから。まだ間に合う。ありがとうございます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 。ありがとう。ちょっとどうするこれ。あかりちゃん、ナイス。ありがとう。ちょっと頼むちょっと。小前くんにちょっと。すごいわ。ありがとう。ありがとう。15個？ありがとう。チャンネル数50個です。15個ありがとう。やばい来た。こっから絶対来た来た。 SOS 信号、 SOS 信号。ヤクさんありがとうございます。ちょっとお願い、初見の方ちょっといませんか。初見のヘルプ50席です。ロリさんありがとう。サキさんありがとう。お願い。閲覧すごい。向こう差し込み取れますよね。差し込みいますか。ありがとう。マイク8番買った今日。15個です。そう、ルンルンらしいけど。ありがとう。のりちゃんありがとう。いや、頼む。はい。あと1分10秒。いや、小前くんちょっとあれは。やばい。負けるかもしれんけど。ありがとうです。やばい。やっちゃった。強いな、向こう。あ、ありがとう。80個石。誰かいますか。ちょっと本当助けてほしい。今日で頑張る卒業です。お願いします。絶対卒業しないからさ。ありがとう。カモです。ナイス5個ナイス。ありがとうございます。すいません。あ、やばいな。はい、ありがとう。あ、5個ナイス。ミカありがとう。いや、あと何秒。あと、もうラスト？どうやって、ありがとう、ゆうちゃん。ありがとう、おいしょ。うわ、ミカありがとう。ちょっと、頼みます、お願いします、ほんと。今日、ポロにも負けてし、ポロにも。うん。やばいな。ゆうちゃん、ありがとう。いや、ここで差をつけないと。くまちゃん、ナイス。ありがとう、無料アイテム。だから、ヤクちゃん、ありがとう。うわー、ちょ、怖い。終わりも。5、4。ありがとう。3。いや、負けたな、これ。ありがとう、小前くん。ありがとうございました。リスナーさんもありがとうございました。じゃあ頑張って。じゃあギャンブル卒業。ギャンブル卒業。はい、パチンコ卒業。頑張ってください。おめでとうございます。頑張ってベラス。ありがとう。はい。じゃあ有言実行してね、小前くん。うん。ありがとうね。もったいないから。うん、バイバイ。はい。ありがとう、またね。うん。失礼します。ありがとうございます。みんなに言われるもったいないって、何がもったいないのかわからない。何がもったいないの。ありがとう。杖ってスコア全然じゃん。機嫌が良いからな。
ね、俺本当にもったいないかもしれない。俺しっかりやろっかなマジで、これガチで。ガチな話で。あ、ゆうまありがとう。ガチしっかりやってみようかな。マジな話。もう無理無理無理。違う、ちまう。疲れる。イーター以外どんな配信してるんですか。マジでないかもっす。お田さんありがとう。1日やるかイベント、前半飛ばしていくか。ハロウィンだからやるっちゅうにって渋谷だろ。あでもね、俺浜松でも渋谷か今年も、あ今ありがとう。そろそろ やめるわ本当に。これ何回目だか分からんけど、で後半は出れないんだよね。出るなら前半なんだよね。収録あるから、収録とか来店のやつあるから。タカさんがさ、やりたいことやれってコメントにもあっただろ。その日のやりたいことを全力でやっとればいいんだよ人間。みんなもそう、その日のやりたいことをやるんだよ。あ、ゆきちゃんありがとう。あ、ゆきちゃんありがとう。あ、ゆきちゃんありがとう。ゆきちゃんありがとう。ゆきちゃんありがとう。いや、あのね、俺には猶予があるんだよね。明日、日曜日だろ。税務署とか、他の支払い関係の会社が休みじゃん。だから明日までに何とかせんといかん、俺は。明日が勝負。いや、増やすことは考えない方がいいかもしんない。あ、おもちゃんありがとう。もうさすがに遊んでる場合じゃないわこれ。
差し押さえまであと何日5日か20あと4日か。でも分かりやすいよね、差し押さえされるのが明白に目に見えてるっていう、すごい助かる、うん、それによって俺のプランがいろいろ決まるから、おばさんって何？タクシーの運転手。始まんな。で、どこで売った方がカード売るんだけど、どこで売った方がいいのか、うん、カードを。もう時間的に無理だな。日帰りならいけるか。日帰り、いや俺月曜日朝飯食いからないといけないんだよ。新幹線代がもったいないよね。ニカって今いくら？ニカプリン、チャンピオンズシップのプリン、あとコミパラルフィ、サインルフィ。ありがとう、テリーさん。君がいないとやっていけない。お一緒です。今夜は君はトップヒーローだ。ありがとう。とか、フォローしたかった。40いかないと、そんな下がったの？ニカって。え、ニカってそんな下がっちゃった？え、嘘でしょ。え、嘘でしょ。じゃあ45ぐらいつくんじゃないの。マジで言ってる？やばいな。タクシーの列だよ。呼ぶんだタクシー。
秋葉でワンピースカード偽物流偽物出て値段下がった。いや多分ね俺それ関係ないと思うよ。それは関係ない。極端に多分ワンピースカードが下がっただけでしょ。多分俺また診断出れば上がると思うけどな。多分だね。ラーメン食ったって。何を言ってんの。怖いんだけど。16,000円。あ、15,000円。あ、16,000円。疲れた。マジやめるわ俺。本当にパチンコガチでやめる。え、マジで言ってんのゆうちゃん。これプロフィールマジ。ありがとう。いやガチで明日は行かない、PS10 47.5万回とね。スニダンって振り込みなんだよ。青一緒でマジ。マジか。一三位なの。多いな。パチンコやってる俺はピンピンしてるのに。体調不良多いな本当に。楽しさなんてないよ。楽しくはない。気持ちいいだけ。パチンコ打ってて楽しいと思ったことなんか一つもない。今まで。気持ちいいだけ。出すと気持ちいいでしょ。それと同じ。やばい、マジでちょっと待って。金なんとかせんとな。売るか。売るしかないわな、絶対。狛江くんで始まり、狛江くんで終わるよ、とりあえず。え、何して始まったんだよ。死ぬんかな。死ぬんかあんたは。怖いんだけど、それそういう言葉。もう死の瀬戸際みたいな。多いな最近マジで。本当にもう病。
や本当に主要になっちゃう人も出てくるし、しっかりせ頼むでマジで、生きるから応援すで生きてね、来てくださいよ。それはもう、それはもう生きてください。これか？これじゃない。これか？あ、これだ。え、待って、ちょっと怖い人なんだけどタクシー。あ、ゆうちゃんありがとう。すいませんお願いします。はい、ね、宮前平駅、宮前平、はい、かしこまりました。で、知って黒川の通りから、知って黒川の通りから、はい、お願いします。はい、じゃあ西洋芝柴田とか、あ、そうはい、これはあの、自分でずっと撮ってるんですよ。ライブかなんかやってるんですか？あ、ライブっすね。ライブだ。なんか、今日一日ずっとパチンコ打ってて、はい、へー、いいっすね。それを1ヶ月間、1ヶ月間、うん、1ヶ月間プラス、はい、同じ台、同じ台、うん、研究してるんですか？いや、もう研究も何もないですよ。ただなんかそのポキューンってなるんですよ、はい、台がね、はい、その音のために、そのポキューンが聞きたいがためにやってるんです。それを記録として、あ、そうですね。でもそのせいで失うもんを失ってしまいました。いろいろとお金も失い、視聴者も失い、視聴者っていうか応援してくれる人が失って、で今度は支払いも溜まっていく、で借金も増えていく、信頼もなくなっていく、壮絶ですね、うん、ダメだこりゃ。まあでもそれに変えられない光栄タイムがある。いや、もうだから今日兄さんラッキーです。今日が僕ラストなんで。あら、はい、もうこれにけじめをつけて、はい、もうけじめつけましたもん僕。でこれはじゃあ鶴見まで来て、はい、もう打ちまくってたってことですか？そうです、毎回タクシーで宮前平から、はい、うん、往復1万5000円で。そうですよね、そこにしますよ。え、それが1ヶ月ですよ。すごいですね。失ったものを取り返すために。そう、いや、もうね、去った視聴者はもう持ってきませんよ。 YouTube みたいなやつですよね。そうです。もうなんかやっぱり生配信って、はい、やっぱ見てる人からの投げ銭がないと生きていけないんですよ。ああ、スーパーチャットみたいな。あ、そうです、そうです、はいはい、でやっぱりあの、僕はそのパチンコやる前までしっかりやった時に月500万とか、まあ400は最低あったぐらいなんですけど、もうそれがパチンコ1本になっちゃうと400万ぐらい減っちゃいます。500万あるかないか。はい、こんな世界。いや、でもね、やっぱヒリヒリの時が一番好きなんですよ。金ない時の方が、逆に、まあ、そのギャンブル魂みたいな、はい、火がついて。そうなんですよ。よし、ありがとう。これ僕喋ってていいんですか？あ、全然いいですよ。まあそういうね、スリルを味わうのは僕も好きなんで、まあギャンブルはやんないですけど。何かやってます？まあ僕はずっと車遊び。あ、車ね、うん、まあ高校生の時は、ね、はい、単車乗ってましたけど、はい、単車から四輪に転向して、あ、転向で散々、ね、確かに見た目でなんか伝わってきます、ね、本当ですか、はい、そんな見た目します僕、はい、僕も昔単車乗ってたんですよ。あ、本当ですか？
単車の後ろに後ろに、はい、腕組んでギュッてしながらまあね、その単車のやっぱ楽しむジャンルもいろいろですね。いや、なんかやっぱり高校の時だと悪い友達とかいるじゃないですか、ヤンキーの。はいはい、いわゆる、まあ、なんか僕は結構なんか陰キャだったんですけど、まあはい、そういうやっぱなんかなぜか知らないけどその仲良くなってみんなと、はい、でなんか俺もなんか、ね、やっぱ強い人が周りにいると、うん、あのやっぱ俺自分も強くなっちゃったんじゃないかっていうなんか、はい、錯覚を覚えてしまって、はい、でなんかそのヤンキーのね友達が喧嘩になるじゃないですか本気の、でなんかその、まあ、僕が弱いこと知ってるんでお前そこで見とけよみたいな、はい、言われた時に僕何かできることないかなと思って石投げてました。その立ち位置ですよ。よくそこから喧嘩吹っかけられなかったですか。あ、逃げてましたね僕全力本当だってこれ、まあ、マジだよこれなぜ鶴見なんですか。特に理由。あ、そこでしか撮影できないんですよ。あ、なるほど。はい、配信がね。だから配信をそうなんですよ。させてもらえるお店が鶴見しかない。あ、そうですね。ここら辺だったら一応近いところも電話したんですけど、そこもダメって言われちゃって。もう厳しいんですね。いや、今厳しいですね。あのお笑い芸人とかアイドルがパチンコのテレビやってるじゃないですか、はい、ああいうのもじゃあもう限られたところでしか。そうですね、まあ、似たようなことをやってるってことですね。あ、そうです、そうです。厳しいんだ。だから一回電話して、うん、許可取りも結構ね難しいです。結婚なされてるんですか。してないです。してたらしてたらしてたら車遊びなのお寺です。確かに確かにそうです。仕事ばっかですよ僕は。あ、そうなんで。タクシーとあともう一つやってるんですか。あ、もう一個自分でやってるんですけど。へえ、すごい。だからそっち休んで、はい、タクシー乗る、はい、休みない振られる一人みたいな。ああ、なるほどね。だよなみたいな。金の問題じゃねえんだなみたいな。いや、そうですね。女って難しいですからね。難しいですよ。本当女ってね、本当やだ。お客さんもなんか訳ありで。いやー、訳しかないですよね。訳しかない。最近告られたんですよ。あ、いいじゃないですか。で、まあ、あの、まあ、口でね。あの狛江って言うんですけど、狛江くん好きですみたいな、いやでもごめんねっつって、え、なんでみたいな。いやでもなんかタイプじゃないって素直に率直で言ったんですね、そしたらなんか私頑張る、狛江くんのタイプになってなるよみたいな、そういう問題じゃねえよって。一人身の方が楽ですよ。やっぱ良くも悪くも楽なんですよ。楽ですね、うんうん、だって女なんてやろうと思えばそこら中にいますからね。本当に欲しくなったらマッチングアプリとか使えば秒でできますから、焦らなくていいんですよ。僕も絶対使いますもん、タップルとか、はい、本当に欲しくなったら。
でエッチしたい時もタップルとか使ってエッチすればいいし、まあ、そういうね都合のつくものはたくさんありますね。ガシャは車ないみたいな車何乗ってるんですか。車 MR2 ってトヨタのスポーツカー、スポーツカーとインテグラのタイプ R。 あ、インテグラホンダっすよね。ホンダっすね。で、あとはスズキのスイフトスポーツ。え、めっちゃ持ってるっすね。めっちゃ持ってるっすね。スイフトスポーツ、あのミッションですよね。今ちょうど後ろにいる車なんですけど。わかります。あ、ですよね。はい。で、あとバモスって、まあ、軽バン。はいはいはい、ホンダっすよね。ホンダの、はい、インテグラいいっすね。インテグラいいですね。直感であれ、インテグ、なんかじゃインテグルともう一つなんかありませんでしたっけ。シビックですね。あ、シビックですね、はい、シビック昔欲しかったんですよ。シビック僕も今でも欲しいなと思ってるんですけど。でも高いっすよね。高いっすね。まあ、僕のインテグラも似たような相場してますけど、今じゃ。はい。いや、シビック欲しいなと思うんですけど。うわ、持ってる。タクシードライバーのにそんな車乗ってていいのかみたいな。はい。この間もおまわりさんに追っかけられて。前ですか。保土ヶ谷バイパスってあの横浜町田につながってるバイパスがあるんですよ。はいはい。でそこがもう高速道路みたいになっちゃってるんですよね、一般道なんですけど、はい、もうすごいんですよ。メーター振り切れるぐらいでスピード出せるんですよ、はい、夜中なんか。いないと思うじゃないですか、夜中に覆面パとか。いませんね。で覆面パとか僕好きなんで、はい、見りゃすぐわかんすよ覆面だって。はい。でも気づいた時にはもうメーター振り切ってんですよ。うわうわピカッつって、もうバックミラー真っ赤ですよ、ずっと。うわ、もう逃げるしかねえつって、うん、逃げ切ったんですけど。逃げ切ったんすか。逃げ切りましたよ。すごい。結局僕がもう200キロ以上出てると、はい、おまわりさんも途中までしか追いつけないんですよ。確かに差が埋まんないすごい。え、それナンバーでバレません。ナンバー勝ち上げてるんで、なんか読めないんですよ、後ろから。ナンバーこう、なんか勝ち上げて。ヤンキーの原付ってなんか。ああ、ありますね。あります、あります。やってるじゃないですか。車で同じことやってるんで、いい年越えて何やってんだろうなって思うんですけど、分かっちゃいるんですけど、やめられないです。だからそれがスリルですよね、要は。首都高でも白バイに追っかけられる。奥多摩行けば、やっぱ追っかけられるし、要はそういうスリルですね。スリル味わいすぎだろ、それは。なんか俺のギャンブルのなんかヒリヒリ感がちっぽけに見える。まあ、事故ったら死ぬなみたいな。事故ったら死ぬね、それは。みたいな、なんだろう、そのイニシャル D って漫画があるんですけど、はいはい、なんかそれっぽいことやって、多分この普段タクシードライバーっていうこの人の乗せて安全運転をしなきゃいけないっていうこの縛りから解かれるわけじゃないですか。いや、余計にタクシードライバーやらない方がいいですよ。だったら解かれてそれを発散してあのプライベートでぶちかますならタクシードライバーなんてやらない方がいいですよ。でもね、タクシードライバーやってるおかげでこうやっていろんなね、お客さんと喋れるんで。長いんすか、やられて。もう8年ぐらいやってます。え、やばっ。やばいっすよ、タクシードライバーを。タクシードライバー、うわ、やばっ。めっちゃやってるっすね。え、この、なんかこのワンボックスのタクシーあるじゃないですか、あれと平べったいなやつとあるじゃないですか、はいはいはい、あれってなんかグレード違うんですか。経験年数が高いと遅い乗れるとか。あ、単純にこの車がオリンピックのために作られたタクシーなんですよ。はい。で、はい、じゃあ今までの滑ったいのはどうしたのかっていうと、はい、もう7年ぐらい、6、7年ぐらい前にもう製造廃止になっちゃったんですよ。はいはい。だからもう今現存してるのが最後。あ、そうなんですね。でもう順次こういう、はい、タッパのある
車に入れ替え、こっちの方がいいっすもん。平べったやつ来ると酔いますもんね。あれ嫌いだからな。自分もこっちの方が乗ってて、はい、まあ、まあ当時これが新車で鶴見で一番最初に乗ったのが自分なんですけど、やっぱ仕事してる人がやっぱ一番物言えますよ。いやそれはそうでしょう、ね、ライバーとしては。金髪でも何も言われなかったし、へえ、仕事してるからいいでしょう。一番ヤバかったお客さんってどんな人でした？一番ヤバいのは、伊佐子通りってあの川崎の、はい、なんかもうしょっちゅう喧嘩してるようなところがで乗っけたお客さんがヤバかったですね。どういう、どんな感じでした？兄ちゃん赤信号何止まってんだよって言って言いつけられましたね。ヤバ、ヤバくないですか？ヤバ、赤信号なんで止まってんだよって自分で赤信号って言ってんすよ、うん、後ろで、うん、赤信号は赤信号だろうと。もうその場で降ろしましたけど。怖っ。あ、やばいっすね。あとションベン垂らしたおばさんとか。やば、川崎でそれも伊佐子通りの近くで乗ってたんですけど、うん、3000円ぐらい乗ったんですよ。はい。で着きましたって言ってなかなか降りる素振りをしないんですよね、うん、あれ寝てんのかななんて思ってパッて後ろ見たら、うん、またおっぴろげて、うん、拭こうとしてるんですよ。もう遅いっすよね。え、びしゃびしゃだったんですか？びしゃびしゃですよ。うわ、音聞こえないんですね。音聞こえないです。いや、そりゃそうでしょ。したんだ、座って座って正面してるんだから音聞こえないでしょ。おばさんだから興味ないからいいんですよ。おばさんに、うん、どうすんのこれですって。ゲロじゃないからまだね、マシっすけど、どうすんのこれ、仕事できねえけど、いくら欲しいのって言うから、うん、でそこで僕が、うん、じゃあ5万くれっつって掃除代だっつって、うん、金額を言ったら恐喝になっちゃうから、うん、いやもう気持ちでいいんでっつって気持ちもらったんすか？気持ち3万もらいました。すごそう、これ薬剤映画見て学びましたね。ヤクザが金額言うと恐喝になるって言ってて、へー、あ、なるほどね、俺も今度それ使おうって思って、なんか3年ぐらいしたら使うタイミング来て、ヤクザ映画から学べるものあったなって感心してましたけど。え、逆に出会いとかなかったですか？ないんです。ないんです。期待してるんですけど。え、可愛い子とか乗るんですね。めっちゃ乗りますよ。めっちゃ乗ります。え、それ話したことないですか？全然話します。話します。話します。なんかアイドルとかも乗ってましたし。え、誰？いや、なんかわかんないです。なんかそのアイドルグループの中の一人。へえ。昔、はい、3年ぐらい前に、はい、ファクトリーってその撮影スタジオがあったんですよ、鶴見に。はい。でかい撮影スタジオ。はい、でそこで CM の撮影が終わって、はい、じゃあタクシーで帰るっていう。へー。アイドル、まあ芸能人 何人かやっぱ見まして乗ってて。あ、芸能人も？芸能人、野生爆弾のクッキーとか。へー。西川兄貴、ウーバー、DM レボリューション、DM レボリューションの。はいはい。すごっ。お笑い芸人の方が多かったっすけど、まあ、楽しい仕事ですよ。え、LINE 教えてくれませんかって聞かないですか、その仲良くなった女性に。いや、そこ、いや、何人かいたんすよ。はい。全員、でも全員じゃねえな、ほとんどキャバクラか風俗か、はいはい、あとなんか何やってるかわかんないお姉さん。風俗とキャバクラは LINE 交換したってどうせろくなことになんねえなと思って、どうせ誘われるだけだからやめようっつって、何回かシカトしてたりで来なくなるから。ないっすね。確かに。もっと
まともな女の子がいいですよね。普通に昼間にだってとかできるような。わかる。まあ働く。なんかやっぱり。仕事をできるってなんかもう割り切れちゃいますね、こんな8年もやってると。結局なんかパチンコも、はい、なんか1ヶ月間のトータルってなんか多分平均ぐらいだと思うんですよ。はい。だからタクシーも一緒で、あ、さ、1万円今日乗っけたなとか2万円乗っけたとか言っても、はい、結局一月で見ると、はい、そんなに変わらないんですよね、売り上げって。いやでも僕の場合は、あ、今日もう3万入れてるのか、もう5万入れてるのかですよ。はい。でも、そうか、でもなくなっちゃって。そう思うし。あ、今日、いくらいくら稼ごうとかじゃなくて。あ、違います。あ、もう生活かかってるんで。はい。でもう僕はあの差し押さえまであと4日なんですよ。マジですか。はい、4日までもう35万ぐらい集めないといけないんですよ。えマジやばい。お兄さん貸せますか。あと1でつってと1でつってここまで言っちゃったらもう人として終わりだわ俺も。僕も統一で貸したら貸し金魚捕まっちゃいます。じゃあの国からのあの黄色い封筒で通ってるやつですね。いや黄色じゃないっす。赤っすか。赤っすね。あ、黄色はまだ警告か。警告っすね。差し押さえが決まったら赤になる。なんかよくツイッターで見てたっすね。本当ですか。なんかツイッターにたまに流れてくるんですよ。はい。なんか黄色い封筒届いたんですよね、うん、すぐに開けないとまずいってみんなから言われてるのにそれをしかとしてたら今度赤いの届いたんですよ。なんかそれを実況してるツイッターのなんか言いましたよ。あ、でも友達に一人自己破産で申請してなんか弁護士のお世話になってる人いましたよ。あ、自己破産まではいってないですね。自己破産までいったらもう終わりです。終わりですか。はい、自己破産って一番やっちゃいけないんで、どんなに金なくても。はい、うん、なぜかというと借金も全部チャラにできるんですよ。借金もチャラに、はいはい、はい、自己破産って、はい、チャラにできるけど、でもその先の行動が本当に極限に何もできなくなるんですよ。あ、でもてめえで借りたものを、はい、ね、あの自己破産っていう技を使って、あのじゃあ貸した人はどうなるんかって思うと、はい、自分勝手すぎません。それ逃げるじゃないですか。辛くなったから借りるだけ借りて逃げるって、もう絶対しなかったっすもんそれ。まあだからそれはもう人としてのプライドが、はい、それはプライドでしたね、マジで。これどうしましょう。駅入って、あ、これ右で、こっから家近いんで、そこまで。これ右入れるんですか。あ、ここ右行きますよ。自己破産本当ダメですよ。お兄さんも絶対自己破産だけはしないでください。どんだけ借金があっても。まさかお兄さんやってますよ、もう自己破産。やってないですよ、自己破産やってたら自分の会社なんかやってるんですよ。会社って言っても人しかいないですよ。ほん
まっすぐ行って右ですね。これちょっとファミリーマートで泊まってほしいです。かしこまりました。ちょっと食べ物買ってきます。どうぞ。あの、ね、面白いわ。あ、やばい。買い忘れてた。やばい、これ見なかったことにしてください。お願いします。これは誰も言わないでください。なんかこっそり俺の配信を見て寝落ち していた人がいたとは、あれ言わないでください。リアルは次。やだよ。あとラッキーストライクの 青の10ミリ。あ、はい。お兄さん、今日俺パチンコで勝ったんですよ。あ、そうなんか。はい。何打ったの？ゴッドイーター。あ、ゴッドイーター。は、知ってるんですか？知ってます。ゴッドイーター打って。あ、パチンコです。パチンコも。はい、500分の1のやつ。あ、いいですね。うん。2010円お願いします。最近行かなくなっちゃったんですよ。そうですね。うん。705円の。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。で、そこ左で、はい、